第29弾。人に言えない黒い過去。奥様にもあるでしょ。人には絶対に言えない、墓場まで持っていくつもり。だけど誰かに言ってみたい。言ってすっきりしましょう。煽り、説教禁止。嵐は、しっかりスルーしましょう。2016年6月28日、レス番号919。復讐。夫と友人が浮気をしているのを知ったとき、信頼を裏切ったツケは払ってもらうと決めた。思いつく限りひどい方法で復讐しようといろいろ考えた挙句、うまいこと言って起用するときの包括ね保証の保証人になってもらうことにした。旦那も友人も私に対する信用と罪悪感で、100万だけならってことで保証人になってくれた。ひどいと思いますが、ね保証の保証人の借用書というか契約書はきちんと読まないと気づかないように書かれてることが多かった。まあ10年以上前なので、いろいろやばかった。結果、私は会社を潰す前に借金するだけして、会社が潰れそうだから迷惑をかけたくない、と言って夫に涙ながらに偽装離婚を申し出た。夫と友人は、特に友人の方はものすごく喜んでいたと思う。そして離婚してから私は逃げた。旦那と友人の実家はまだあるけど、旦那と友人の消息は聞かないのでそういうことなんだと思う。今は、外国の人と結婚をして国籍も変わってるし、ほんのちょっと整形もしてるし、両親も奇跡に入ってるしバレることはないと思う。というか、両親が奇跡に入っていなければこんなことできなかったけどね。たまにどうしてるのかなと思い出すこともあるけど、かわいそうだなとか申し訳なかったとかは思わない。因果応報って言葉があるけど、ちょっと私の方が因果が多いかもしれないので子供は作ってない。日本国籍捨てるってすごい覚悟だなって思う。いろいろなところがうまく重なってすごい復讐だ。二人の人生を終わらせたんだから。すごすぎる、スレにぴったりだわ怖いぐらい。旦那と友人の実家はまだあるけど、旦那と友人の消息は聞かないのでそういうことなんだと思う。家はあるけど売却したとか、中の人は夜逃げしたとかじゃなくて、お金借りたところがヤバいとこだったんだろうか。消息がつかめないって点で察してほしい。いくらくらい借金したの？1億近く借りた。私が借りた当時は、今みたいに過払い請求とかもなくて債権も返せないとなると、サルベージ屋に売ってヤバいところが取り立てに来ることも多かったから。みんなも、旦那や親だ兄弟だって言っても保証人と名のつくものにはなっちゃダメだよ。1億なら、1円も返さずに、普通に自己破産して楽しくやってるさ。自己破産してる時点で返さずに済むなんてことはないでしょ。元から資産も貯金も1円もなけりゃ別だけど。借り先が、自己破産しました、って諦めてくれる人ばっかりだったらね。復讐のためなんだからヤバいとこからも借りてるんだろうね。まあそういうとこから1億もは借りれないだろうけど、まともなとこからそれだけ借りれたってことは、保証人の資産がそれなりにあったということで自己破産したら全部取られるし、取りはぐれたヤバいとこは本体からどうにかお金作るしかないわけで。バブルの頃は1000万くらいの家で1億くらい借りれたね。20抵当30抵当当たり前。バブル崩壊後当時は銀行の取り立ても結構エグかったからね。まともなところ、銀行から借りたつもりでも、銀行は系列子会社に債権売って損失出さずに系列子会社にサラ金なんてところがあったら、それはもう悲惨。昔銀行に債権売られて、取り立てのストレスでもうまく剥離になり目が見えなくなって家財産もなくし、父親はセルフアボンしたって親子がニュースになってたな。もしそんなのに引っかかってたら大変だよね。その頃この人が復讐やってたらって話だよね。私は20、30年くらい前の話をフェイク入れてるんだなぁと思って読んでたわ。倍元商工ローンで事務してた OL だったババア。最後ローンに見えた。いつ頃なのかわからないけど、バブルの頃は金さえ払えば何でもありな感じのところが多かった。ほんとお金に踊らされてるって感じだった。バブル崩壊後は、金回りの良かった人や金回りの良い人と付き合ったり結婚してる人のセルフアボンや、多分もう命はないだろうと思われる消息不明が多かった。女の人でもお水や風俗に流れる人は多かったから、養殖が衰えると危ない仕事をしてるって噂のある人も多かった。私は消費者金融に放火する事件をきっかけに、金融関係、主に金貸しの事務の仕事をしてたけど、怖くなって辞めて専門学校に行って日本語教師になった。今は学校で知り合ったイギリス人と結婚してます。金貸しの手先だったことも黒い過去といえば言えるかも。人手が足りない時は普通に取り立てに行ったりもしてたからね。2016年7月2日、レス番号939、過干渉。近距離に住んでる姑の過干渉に悩んでいた時のこと。いつも通り、勝手に敷地内に入ってきてリビングの窓の近くでじっとしゃがんで会話を盗み聞きしてた姑。姑はバレてないと思ってるらしく、週2、3回くらいはそうやっているのを発見していた。夫にも話してないし、どうしようかと悩んでいたら、ストレスで縁になってしまった。そこで、もうどうにでもなれと思って、次に見つけた時は警察を呼ぼうと決心。そして本当に呼んだ。
警察に肩を叩かれるとものすごくびっくりした表情をしてるのが窓越しにわかった。家族だと言ってますけど。で警察に言われたけど、知りませんと言った。後々バレたけど、恐怖のあまりに顔を認識できなかったと説明したら納得してくれた。その事件以来絶縁されたけど、それもこっちの作戦通りでした。文が下手すぎてごめん。え、向こうから絶縁してくれたんだ？家んと引き換えとはいえうまいことやったね。2016年7月2日、レス番号941、被害箱。昔、ナイフで脅され性犯罪の被害に遭ったけど、なぜか犯人からお金もらったから、警察にも言えなかったこと。昔は可愛かったんだと思う。てか、背は小さいのに D カップとかあったのが原因の可能性が高い。痴漢とかストーカー的な犯罪によくあったが、挿入されたのは初めてで痛くて意味がわからなくて泣いた。140センチちょっとだったから、中学生だったけど、背格好は小学生に間違われたりしてた。多分、ロリコンとかエロ漫画脳のやつだろう。ただ、もらった額が30万だった。そして、そのお金は今も100均の缶切りで開けるタイプの貯金箱に入ってる。500円玉で貯金したら100万円貯まるとかのやつ。折り曲げて入れた。小銭も入れてるからジャラジャラなるし、家族にもそんな額入ってるとは思われてない。私は、その貯金箱を被害箱って名前付けてる。痴漢されたり、トラブルがあった時に、このトラブルはいくらくらいって値段設定して、貯金する。もしくは、示談金とか入れてる。あの日から始めた被害箱、何個か溜まってるのを開けて、その中身で先月披露宴あげたのは墓場まで持ってく。あの金は高校からのバイト代ってことにして私の分払ったけど、バイト代など貯金したことなかったわ。最終的にいくら溜まったの？あ、ごめん。まだ開けてないのもあるんだよね。しかし、いくつも貯金箱が溜まるってすごいね。開けた分だけで57万ちょい。トラブルに巻き込まれやすい体質みたいで。まだ3つ開けてないのがある。もちろん途中のやつも入れてたけど、段まで入れると開けにくいから少し余裕持って開けるのをおすすめする。貯金がこれ以上増えないと良いわね。2016年7月3日、レス番号951、レスなのに妊娠。誰にも言えないのでここに吐き出す。世にも奇妙な実は、私と夫は結婚3年目にして完全にレス。別に夫婦仲が悪いわけでもないのだが、お互いその行為があんまり好きじゃないし、仕事も忙しかったし、別にどうしても子供が欲しいわけでもなかったからという理由。が、1年レスなのに私が妊娠した。外泊も一度もしてないし、下戸で酒も飲めないので、襲われたとか記憶にないとかありえない。当然、夫に言ったら夫は一方的に浮気を疑って大激怒。でも私も身に覚えがない。結局、私は無理やり実家に帰らされたロス離婚云々という話になったが、妊娠中でも DNA 鑑定ができると知り、目玉飛び出るほど高かったがやってみたら私と夫の子で確定。夫はものすごい半信半疑だったけど、生まれてからもう一度やった検査でも確定でついに屈服。DNA 鑑定があってよかった。夫が私を信じてくれなかったプチ復讐として夫と私の両親には、夫さんが酔って私をレイプしたんですと迷っておいたため、夫は親族からガチガチに締められていた。しかし実際はそんなことはないわけで、さてうちの子はどういう過程で受精したんだろう？夫は子供を可愛がりながらも、ジャッカルとか海から来た魔物の子供じゃないよな？と冗談めかして言ってるけど、正直内心否定できなくて辛い。夫婦二人とも忘れるなんてありえないだろうしな。でも、DNA 検査2回もしたなら旦那の子以外ではないんだから忘れてるだけじゃない。やっぱり夫婦二人で忘れてるだけなんですかね？精子もクシーと同じでどこにでも現れる自由の天使なのでは？一緒にお風呂入った時とか？そんなこと一回もしてないんだよね。本当にどういうメカニズムで生まれたんだろ？確か精子で濡れた手で触っただけでも、息のいい優秀な精子なら子宮までたどり着けるらしい。そういう性行為を連想させることは一切してないんですよね。寝てる時に旦那にやられたんだよきっと。そうとしか思えないね。旦那が自分で触った指のまま、寝てるところこっそり触られちゃってたとかね。2016年7月4日、レス番号964、頭壁。盗み癖があったこと。初めては小1で、算数のドリルを忘れたのでクラスの人の机から漁って、その授業をしのいだ。小2の時は母と一緒にスーパーに行って、キャラメルを買ってくれなかったので取った。小3はお金を落としてしまったので、兄の貯金箱から抜いて補充した。キリがないけどそんな感じで中学くらいまでいろいろしてた。自分のミスで自分が損しないようにすることが重要だったのかもしれない。中学卒業するくらいにはさすがに忘れ物とかミスも減って、罪悪感もあって頭壁はなくなった。バレたこともあるし、バレないで私もそのまま忘れてるだろうこともあると思う。バレた時は親に殴られたりもしたのに、なぜか一向に治らなかった。
盗み癖ある子にはどういう指導が正しいんだろうって子供が生まれた今考えている。2016年7月4日レス番号966宝くじ。21歳の時に年末ジャンボの一等特見違い賞が当たったこと、それを使っていじめっ子たちの親と担任の浮気、中絶、過去の不倫関係を暴いてばらまいたこと、それからその子たちの遠行、万引き疑惑をチラシにしてばらまいたこと、その後最長12年3ヶ月、その子たちと担任が転職や引っ越しするたびにストーキングしてチラシばらまきやったこと。ちなみに、水商売歴や不倫歴もどんどん付け加えさせてもらった。途中で逮捕されると覚悟してたけど、意外と警察って見逃してくれるものだとびっくりした。その前に私のことなんて誰も覚えていないから、容疑者にすら名前が上がらなかったのかと思うと少し寂しい。一昨年、最後のいじめっ子の子供が飛び降りしたので気が済んでやめた。相手も私も落ちぶれたけど、私はまだ生きてるしお金がないだけで犯罪歴ついてないからマシかなぁ。途中で貯金もつぎ込んで、合計1億使ったけどその甲斐はあった。いじめっ子6人と担任、いじめっ子と担任の家族、配偶者、子供、親戚、結構消えたけど、全部は消せなくて残念だけど、ここまでで満足しなければいけないんだろうなぁ。旦那にはお金がないのは親の借金返したからだと言ってる。これはフィクションでかわいそうないじめられっ子の妄想です。妄想だから罪じゃないですよ。素敵、羨ましいわ。自分はお金ないから妄想するしかない、って、妄想で死んでほしいやつ10件探したけど5件しかなくて、意外と忘れてて他人を恨んでないな、と思った。まあそいつらの家族とか含めれば10人行くけどさ。2016年7月4日、レス番号971、AV 男優。20代前半に某 AV 男優とプライベートでセックスしたこと。無敵に出てる男優で。自分が好きだった女優さんやタレントが無敵に出ると相手してるから、この人たちと私は某姉妹なんだなと。微妙だ。平等だった。羨ましい。自称テクニシャンは地雷だけど、場数踏んでるプロならうまいんだろうな。AV みたいな感じで流行ってくれなかった。全然良くなかったよ。男優とやったなんて恥ずかしい過去。そっか。そっちの女優さんとか男優さんは普段から仕事でやってる分、私生活ではすごく淡泊みたいね。かの加藤隆ももう仕事以外で流行らないみたいなこと言ってたし。料理人が家では作らないみたいなものか。2016年7月5日、レス番号974、覚えがない妊娠。951をまとめで見て、私も同じようなことがあったので、最後の生理が4月1日、4月29からが次の生理だったんだけど遅れてて、妊娠に気づいた。でもその間喧嘩してたのでキスすらしなかった。なのにできた。旦那に聞いても。でも繋いだ覚えない。って言ってた。産婦人科医に、覚えがないって言ったら。旦那さん以外の可能性あるの？ないなら別にいいじゃん。と言われた。先生曰く、丸日が受精費だと困るって言ってくる人がいるらしい。妊娠に気づいた時から旦那と二人でハテナが消えない。旦那の使用済みパンツ剥性癖とかもないんですけどね。で、何が黒い過去なの？すれ違いだよ。2016年7月6日、レス番号984、ビル。正確に言うと現在進行形なんだけど、夫が子供欲しがっているけど、黙ってピル飲んでる。私は子供好きでも嫌いでもないけど、子供持てる環境じゃない。正確に言えば、頑張ればなんとかなる、余裕がある子育ては無理、って、頑張るのは誰かって私だよ。収入のこと、義実家のことなど私の苦労が増えることが目に見えている。一度上記のことを話し合った時に、頑張ればいいじゃん。的なこと言われて、ああ、この人との子供は無理だなと思って自衛している。離婚すればと思われそうだけど、配偶者として暮らせないほど嫌いじゃない。今月、副作用の吐き気がすごいから罰かなと思いながら吐き出す。2016年7月8日、レス番号992、二股。そこまで黒くないかも。アラサーで独身の頃、当時1年ほど付き合っていたアラフォーになったばかりの元彼に、結婚する気はあるのかどうかを聞いた。答えは、したいとは思っているけど、踏ん切りがつかない。だった。既婚の友人などに相談すると、アラフォーでまだつかないなら、踏ん切りがいつ来るかわからない、本命がいるかもしれない。と言われた。そこで元彼と付き合いながらも婚活開始。やがて元彼より堅い職業、年収の高い現旦那と知り合い、結婚前提の交際が始まった時点で別れを告げた。それよりちょっと前に元彼が私が離れる気配を察知したのか、慌ててみたいな感じで、親に挨拶に行きたい。って言われたんだけど、今の旦那の方が断然良かったから断った。要するに二股をかけたってだけか。いや、あなたは黒くないと思う。当然だよ、そんな優柔不断やろう。まあ一般的には黒いっちゃ黒いかもしれんけど、相手には同情しない。
自業自得。アラサーって何歳？アラフォーになったばかりって何歳？前後3歳。アラサーは27から33。女33、男37とかだったら、ちょっと女に悪意を感じるわ。20後半の女の人って、自分でアラサーって言わないよね。29でもあくまで20代、さあというワードは入れたくない。20後半の女の人って、自分でアラサーって言わないよね。言えない。20後半からアラサーです、って自己紹介してたなんて、墓場に持ってかなきゃ。2016年7月8日、レス番号998、M、スレ最後の方なので書き逃げ。高3の夏休み頃に荒れていた。繁華街でナンパしてきた奴をプゲラしたら連れ去られた。キンケリして逃げた。玉市になり、M に目覚めた奴と5年後に再会。責任取って相手しろ、ののしれ、蹴れ、殴れ。と言われ、お金をくれるなら統計。ストレス発散にひたすらののしり、蹴り、殴ってお金をもらう。最近まで続いてたが、自分の引っ越しでお別れ。放置プレイヤーだ。と泣かれてちょい修羅場。ちなみに体の関係はない。自スレの時間だよ。スレ立て番号指定と黒い前のリンク、テンプレに入れて新スレ立ててみるね。新スレ。奥様が墓場まで持っていく黒い過去、パート4。新スレにも書きましたが、華麗なスレ立てオツでございます。オツ。このスレッドは1000を超えました。もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。